彼女の作り方教えてくれたのも、なんかお前じゃあ俺がレクチャーしてやろう。なかなかねえぞ俺が恋愛系のコメント拾うの。ちょっとじゃあ加藤純一サンタの、ね、お悩み相談のコーナー今からやろう。ちょっと待ってな、ウィンドキャプチャーやめるわ。加藤純一サンタのお悩み相談のコーナー。女との喋り方がわからん。どういうことの？女との喋り方がわからんってどういうこと？男性とは普通に喋れんの？男とは普通に喋れるってこと？男と普通に喋れるけど女との喋り方がわかんないってこと？まず年齢、年齢と、男はいける。じゃあお前の年齢教えてくれ、年齢。年は？年。年齢は？年、年。まずお前の年齢教えてくれ、19歳。まずお前口の聞き方がなってねえな。俺はこっちとら32歳なんだよ。それがお前は相談を受けて、受けさせていただく者の立場か。まずお前加藤純一さんと。敬語で喋れ、バカが。そんだから女と喋んねえんだよ。まずお前は敬語で喋ろ。そういうところがダメ、まず。社会は分かってない。態度がゴミ。だからお前はモテない。19歳です。よし。よし。お前、今見たか？おい。お前の今心に芽生えたその感じを覚えたか？この周りの反応があったかくなっただろ？それだよ。大切なのは。すごい周りのか、今お前が、な、ちょっと変わるだけで、こんなに周りの見方が変わるんだぞ。答えはそれ。それな。今お前5秒でだいぶ変わったよ、はっきり言って。そんなに一瞬で人って変われるんだよ。こんなにみんなあったかいコメントをくれるんだよ。これが俺からのプレゼントだ、お前に対する。ちょっとか、ちょっと歯車がずれてるだけ。お前は、お前はいい子だよ。褒めて伸ばすタイプだから、俺は。竹原が順ぐらいでこんな質問をまともに相手してくれ。竹原って、じゃあノーの竹原。じゃあノーの竹原。まさか。女性と仲良くために初回どうやって話しかけたらいいのですか。で次こいつ行くか。まあ、クリスマスだからたまには恋愛相談。別に俺が彼女いるわけでもなく。恋愛相談乗ってるか俺が。女性と仲良くなるために初回どうやって話しかけたらいいですか。なるほど。みんなどう思う、これは。これ多分さ、すげえナンパとかしててさ、なんか第一声どうやって声かけたらいいんですか。大学生です。もうそんな一つに決まってんだ。挨拶に決まってんだろ。おはようでいいだろ。何お前、何お前、何落語みてえにやる。ちょっと、そこの姉ちゃん、これちょっと聞いてください。ここにある団子がね、みたいな。そんな寒いだろ。お前挨拶に決まってんだろうが、おはよう、つって。まず人と人とのコミュニケーション上がるとき一番大切なのは挨拶だろうが。じゃあお前蕎麦食ってみろ。その両方試せ。お前8匹来てってよ。座布団敷いてよ。こう、教室の前の方で座布団敷いてよ。落語するのと挨拶するの、どっちが効果的か、まずは。でも、もしかしたら、落語したら大人気になれるかもしんないけどな。お前の好きな方試せ。センスを持ってって。落ち券に入ってくれ、落ち券。助言ありがとうございます。よかった。素直な子でよかった。素直じゃなかったら俺どうしようかと思った。初回デートはうまくいくんだが、2回目3回目がうまくいかないです。どうすればいいんでしょうか。28歳です。初回デートがうまくいってねえから2回目3回目がうまくいかねえんだよ。バカか。普通ってか、女とデートして向こうから LINE 返ってこない時点でもうそのデート失敗だからな。ありがとう、本当に。また今日はごちそうさまでした。すごく楽しかったです。ありがとうございました。って、絶対向こうから帰ってくるようなデートしてねえから、お前2回目3回目がねえんだよ。自分から絶対送っちゃダメなんだよ。もう向こうに、ありがとうございましたってやっぱ言わせるようなデートしないと。間違いねえから。
俺35歳ギャル男に言われたから。大学3年生なのですが、女の子と仲良くなりはするのですが、恋愛まで全く発展しません。友達にするのどうしたいですが、女の子と仲良くなりはするのですがって仲良くなってねえんだって。だから男と女が仲良くなったら、その先に待ってるのは恋愛セックスしかないんだよ。仲良くなってねえんだって。女って多分そういうさ、社会を形成する能力が男より高いから、お前と当たり障りなく付き合ってるだけだぞ。当たり障りなく付き合ってるだけなんだぞ。残念ながら仕方なくお前みたいなブスと付き合ってんだぞ。仕方ねえんだ。だからもうそれ、もう一歩インハイを攻めなきゃいけない。インハイを、インハイを攻めろ。インハイを、彼氏がいる人、彼氏がいる女好きになったらどうすればいいね。こういうのってさ、なんか冗談で言ってんのか本気で言ってんのか俺分かんないんだけどさ、彼氏がいる女好きになったら諦めればよくない？で、彼氏がいない女なんて世の中に5万といるだろ。めんどくせえだろ。なんでそんなに、あれすんの？面倒な方に。もっとなんか、最短ルート行った方がよくない？ただでさえモテないのにさ、ただでさえモテないのに彼氏がいる女ってさ、一個ハードル高い女狙うのは何だろう？ブスで、脇がで、彼氏がいない女狙え、まずは。そこで経験値詰め。それで、そのブスで、体臭が臭くて裾がで、脇毛が生えていて、陰毛が濃くて、口が臭くて、身長146センチ、体重70キロで、風呂に入らなくて、友達が一人もいなくて、天然パーマで深まみれの女100人抱いてから、101人目で101回目のお前のプロポーズだろうな。書け、お前がそういう小説。俺は、人生の先輩にブスを100人だけと言われ。で、お前が小説家デビュー。大金を手にしていい女だけ。これが俺からのクリスマスプレゼントだ。よかったな。お前未来を買ったんだよ、俺から。この1時間3分49秒無駄にして、お前未来を買ったんだよ。道が開かれたな、今。今。それでなんかお前は、将来をつかめ。将来を。